クエスト特殊許可金来光狩猟依頼金来光神王が一頭の狩猟だ。さあ行こう、レッツゴー。みんな装備キラキラしやがって光った流力金より特殊許可を持つ者にクエストを依頼する。対象は金来光神王が、特徴はまばゆいほどに変色した黄金色の口角、鋭く伸長した、片側の角だ。片側だけなんだ。どんな姿なんだろうね。うわーやばい、死ぬ。うわーうわー、おばんにいらっしゃる。真横にいる。イニシエイニシエ、光って光って、クマさん死にそうだ。光って光って、そこか。スタート X。 マジだ。おーやっべ、おおクマさんがあ、角がでかい。確かに、しゃあない、回復させておこう。さあ普通のなんか地面に巻いたぜ、緑色の物体を。あそこから雷が、うおー跳ねられた。どこにおるんや。なんか撒き散らしながら体に電気を増やしているぞこいつ。しばらく回復するから頑張れ。あイノシシが鬱陶しいな。あ溜めてる溜めてる。あでっか、片角だけ異常にでかい、まるでバファローマンのよう。怒った怒った。目に優しい色してんな。イノシシが超善だけど、いつも通り。やっとおった。こいつあれできんのかな、あの背中虫網使えんのかな。できるできる。じゃあみんなこかすんだ。あーすっげー溜めてる。これどういう、何が起きる、一体何が起きようっていう。広い広い広い。届いてない。あやばいやばい、前に OK 超えれた。おめえおめえ、ひるんだ。乗りたいな、とりかく一回。おお回避、乗りに行こうかな。ガードになるな、空中で跳ねやがり。一人だけ猫がいるけど、余裕の猫が。あまた空中で跳ねやがり。よく跳ねるなこいつ。 おこれはこれはチャンスじゃないか。虫網チャンス、虫網チャンス、虫網チャンス。あっ立つの早いって。誰か取れた？取れなかった。いや変わったやつが取れたら取ろうと思ったんだけど。行って、いで、これはやばい、回復薬。中間軸の DP。 あーその代わりクマさんも食らってる。俺向いてる、ピヨってる。やべ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 。あー行って、大丈夫だ、まだ全然大丈夫だけど。俺も回復使う。よし俺ももう一個使う。やば、あれ最大状態になると思ったらならなかったな。ギリギリひるんだ感。ダメだ村長。ああこれは無理だな、さすがに。まだ行く。今だ。行くな。ほら、あでもちょっとずれた。ちょっと待つか。もう一歩前に出たら。あ、黄色に。ああ飛んだ。硬い。来ねえなこいつ。あれ超。はまれよ、はま、やっとはまった。おおはまった。それハゲんのかな。ほら、頭じゃ頭。ピヨレピヨレ。壊れた音したぜ。手ずピヨったね。ピヨったピヨった。ピヨか。マヒ、マヒ早いって。飛んだな。あ、飛んでない。頭じゃない。頭か。爪硬いね、こいつ。うって。竜巻旋風脚。ふぃ。1個飲む。なんか溜めてる。俺に来んなよ、俺に来んなよ。何これ何これ、全然下動きた。おーナイス。尻尾切れた、尻尾切れた。尻尾尻尾間違えただけ。尻尾もらう。涙が出たで。え尻尾から。うわー、おーあーあ本当だ、落とし物ある。竜の涙だ。すげえ早い、ナックルボール。尻尾だ、いっけ。ボンボールか。尻尾剥がしてくれ。まだメインカメラやれただけだ。竜の涙だと。そうなんだよ、落とし物もすぐそこにあるんだよね。そろそろ乗りに行くかな。怖い怖い怖い。近代グーさん、ほらまだ一回も壊れるのかな。壊れるんじゃないさすがに。おおおおおおここ。お壊れた壊れた。ナイスナイス、ありがとう。あの長かった角がみすぼらしい感じになっちゃった。
とりあえず俺乗りたいね。乗り優先じゃ。いや相変わらずこいつの当たり判定は素直でいいな。当たってもおかげで足が引っかからんけど。よし乗った。あれよし。あとえあれよし。俺はこれこかしたら背中を虫やみかますぜ。背中の方は開けといてください。こかしちゃう。あ、吠えた後。ちょっと待って。よし、こかす。いった。逆だ。いけいけ。あら、虫やみ虫やみ。あ、同じだ。普通だな。普通のだ。雷光虫じゃん。しかも2回かよ。やめて飛ばす。よし、また飛ばした。おいおい、頭開けとけよ。逃げた逃げた。待て。みんなで追え。尻尾剥いでから行く。研いでから行こう。よっと。いやー。シャキンシャキン。一人で十分だ。どう見てもハンマーの柄の方を研いでんのにな、切れ味が上がんだよ。不思議だな。あぶねえ。あぶねえ。鉄の塊じゃない。行って。死んでなかった。絶対死んだと思った。巻き込まれた。やべ、連打しないか、死ぬわ。しゃあねえな。今だ。一口まんでいく。ああ、ひるんだ。毒ってんね。猫ちゃんの攻撃で毒りましたか。いやなんで、なんで。ちょっと。あ、もう一回来る。もう一回来るんだ。俺どこ見て立て話してんだよ。えい。あ、怒った。バク転してきやがったぞ、この野郎。まだレベル1なのに結構やるね、こいつ。なんだ、今のあの攻撃でピヨったのか。溜めてる。あれ、回復ができた。すごい金色だ。眩しい。おりゃなんでこいつこんな好きだらけないの。誰か麻痺とかないの。オータル使いたいな。落とし穴使おうかな。猫、ね、ちゃん猫、ね、なんかかっこいいぜこいつ。もうちょっとで罠がたまりそう。じゃあここに。こいつぐらいな。こっちだ。爆弾をかましてやるぜ。もう一回。おお、すげえなこれ。楽には死なせんぞ。罠がたまったけど。あ、すげえ飛んできた。なんだこの距離。ここか。あ、ちょっとずれた。ずれました。俺の罠あるから。ああ罠いっぱい、罠だらけ、いっぱい。あっちの方行けばどっかに引っかかる。よし来い来い。あれ青で弾かれる。青で弾くなよな。来た。あ、来そう来そう。猫ちゃん罠の方に誘導してほしいね。後ろの方回らずに。いやいや全然私の方に来てないけど。なんか心配しそうで。ててヘイトをあげよう。ヘイトをヘイトをあげよう。こっち来いこっち。最悪だよ本当。あるあるすぎるけど最悪だわ。あ、足引きずってるこれ。どこに行こうとしてる。どこへ行こうというのかね。まあまだレベル1だからね。うん。わ、あの2個の無駄はないよ。次あれかな、回復しようかな。じゃあ俺が薬草食ってあげるよ。薬草先生のような。おー、プロ話になるな。プロ話いって、やっぱ足元に使うのべきだな。くらえ。よし、こっちにちょっと。また死ぬ、死ぬ、死ぬ。おりゃー。爪硬っ。おやった。これは弾んだ。どうせ大根虫でしょ。虫編みが見えた。何もありません。虫編みしたらソースされた。虫編みで虫編みでとどめとどめを刺した。そんな感じ。そんな感じの絵だった。うん、確かにこいつはあれだね。自然に優しそうな色してるね。すっごい。え、普通に人王画の素材なの。いや、金雷光なんとか系アイテムあたりは。マジで普通に普通の出たぞ。これ全部金雷光素材だったぜ。
え、雷老竜で金雷光ってアイテムが出る。金雷光なんたらって全部雷老竜なんだけど、外れだ、外れ外れ。爪が壊せなかったのかな、これ。そんな感じするな、いけ、スピニングメティオ、シャキーン、銀がないから爆弾を、あんまりいい位置がないな、カメラのいい位置が。 この辺かな、踏んづけたい、踏んづけて、アクションで地段打を踏むんだろ。食べられるよって口に飛びてる、よくやる。よし、金雷光抹殺だぜ。あー、金雷光、激減が出た、金雷、お、千角、ちゃんと角出たね。変な角がある。おお。見たことのない角があるぞ。なん、そんなにでかくもなかったのか。ハンターランク64になった。